2024年6月13日、5チャンネルにこんなスレが立った。儲けを賃上げに回さず会社が丸取り。強力インフレ、が日本を覆う。賃金と企業収益の格差について、早速スレを見ていこう。長引く物価高は、企業による必要以上の値上げが要因との見方が出ている。企業がコスト増加分を上回る値上げで収益を拡大させた一方、賃金に十分還元していないとして、欧米で、強力インフレと呼ばれた現象だ。物価上昇の内容を分析した専門家によると、日本も同様の状況に陥りつつある。3年連続、最高益なのに賃金は、5月末の金曜日、スーツ姿の人が行き交う JR 新橋駅前の SL 広場。食品は値上がりしたが、給料は上がっていない。景気は悪いと感じる、東京都千代田区の30代会社員女性、スーパーで買うお菓子の容量や個数が減った、港区の60代会社員男性、働く人たちは物価高の厳しさに口を揃えた。連合総研の4月調査で、賃金が物価より上がったと答えた働き手はわずか 6% 台だ。これに対し SMBC 日興証券の集計によると、東証株価指数トピックスに採用される上場企業の2024年3月期決算は、最終的な儲けを示す純利益の合計額が計48兆円余り。3年連続で過去最高益を更新する見通しとなった。消費は伸びず、景気下押し要因。賃金と企業収益の格差は、国内生産物の物価の動きを示す、GDP、国内総生産、デフレーターの分析で浮かび上がる。この指標は国内で新たに生み出された、付加価値の価格とも言われる。デフレーターの数値が上昇した分は、家計か企業の取り分になるが、欧米では、便乗値上げなどをした企業の取り分が多すぎるとして、強欲、グリードとインフレを組み合わせたグリードフレーションという造語が広まった。そのせいで不況になっていると言っても過言ではない。強欲インフレは端的で記憶に残るパワーワードだな。いつ見ても欧米のこういうネーミングはセンスあるわ。賃金を上げないくせに役員報酬だけはうなぎ登りだからなお悪い。こうなるのは最初から分かってただろうが。強制的な賃上げすればいいだけ。んなことしたら中小の何割かは倒産か廃業する。そんな中小企業は潰してしまえばいい。結局無駄な延命治療で生き延びてる患者、回復見込みのない、みたいなもんだろ。あのさ、日本の企業はすでに限界まで賃上げしてんの。非正規に1000円以上払うなんて異常事態なの。うちの会社これ以上上げたら100人いる非正規が25人になるけど本当にいいの？賃上げすると全国の企業で同じことが起こるんだよ。いいよ、人手不足の業界も賃上げしてそっちに行かせりゃいい。賃上げしても5割は税と社会保険じゃん。日本を苦しめてるのは日本だもんな。そもそもアホみたいに儲けてる企業が存在するというのが嘘。円換算で儲かってるように見えるだけだからな。昔は儲かったら従業員に報酬ちゃんと出さないと法人税多く取られたけど、アベノミクスでそういう仕組みやめちゃったんだっけ？アベノミクス関係なくて法人税払いたくないから利益を減らす会社なんて都市伝説だよ。利益から引かれるのが法人税なんだから、法人税上げたら給料を抑えても残った利益を大きくするのが会社だよ。毎年 5% 以上の賃上げを実施した企業のみ内部留保を認めよう。設備投資もさせないのか？賃上げしながら設備投資しろってこと。解雇規制がガンすぎる。これ、しょうもない奴に払わなくてよくなったらちゃんと仕事してる奴に金回る。会社というのは株主のもんで、株主的には一番ちゃんとしているのは株主そのものなんだ。従って従業員はちゃんとしてないから従業員なんだぞ。そう思ってる。今超絶にちゃんとしてるだろ。最高益。企業も儲かってないように見えるが。儲かった分は、人事部の仕事したフリ人員募集と、社長のベンツやアウディと、経費役員パーティーに消えました。そんなの一部の大企業の話だろ。ほとんどの中小零細は物価高で仕入れも厳しく儲かってすらいないよ。そうかな。誰が行くんだよっていうぼったくり飲食店とか、レクサスや高級車のほとんどが法人名義って話聞くと、中小経営者が総取りしてる気がするよ。日本が30年給料上がらなかった理由はいくつかあるけど、最大の原因はこの経営者の強欲インフレ。日本の賃金を上げるのは実は簡単。コストコのような時給高い企業を政治的に優遇すればいい。他が文句を言ってきたら、あなた方も高い賃金を払えば、優遇されますよと言えばいい。それもやってるよ。それでもなかなか上がらない。コストコやイケアはもっと高い時給出す予定だったんだぞ。地元の反対でこれでも抑えてる。数人のちっこい会社だけどさ、取引先に値上げ交渉してそれが受け入れられる前に社員の賃上げした俺を誰か褒めてくれ。結局値上げも希望した 50% ぐらいだし、それのせいで仕事減らされるし散々だわ。息子の習い事一つ減らしたわ。まあ本人も辞めたがってたけど、世のブラック社長の方が結局正しいんじゃね。俺のやり方は経営者として無能よ。仕事ができる社員なら、そんな経営者をちゃんと理解してる。本当に些細な言葉や行動で社員思いかどうかわかる。俺はお前はいい経営者だと思う。
ありがとう。でもそれで会社が傾いたら意味ないからな。まだ今のところは大丈夫だけど。感情論ばかり。実際にはインフレが落ち着いてきている。大丈夫。これから電気代も上がるしガソリンもそのうち上がるからな。へへ、インフレは止まらないぜ。昔はどこの労働組合も強かったよな。なんでここまで無力化されたんだろうな。氷河期のせい、ケツラが低賃金でどんなひどい扱い受けても働かせていただけるだけで幸せですって狂った価値観を作った。そこから日本の労働環境は極端に悪くなった。そのルールを敷いてたのは団塊だよ。若者相手には、おだてとけちょろいって対応の仕方で、はした金で不正の片棒を担がせるのに成功した、ってのが、今のところ正しい見方になるな。割と本気で資本主義社会ってそう遠くないうちになくなるのかもね。少し前に一部の資本家たちすらこのままじゃ資本主義の国が滅びるから資本家からもっと税金取らないといけないって言ってたぐらいだからね。まあすぐに黙ったからさらに上の資本家から圧力かかったのかもね。株主配当でほとんど消えてるんじゃない？経営者の贅沢な生活を見てもそんな風に思える？大半の会社は経営者イコール株主。そりゃ賃金になんか金は回さないわな。というほど儲かってないだろ。経営者一族が高級会社を何台も買ってるから儲かってない。経営者たちは貴族のような生活してるからな。会社の金で買ってるんだよな。あれなんとかしないのかな。普通に中小企業の会計では経費で高級車買えるような余裕ないよ。しょぼい会社でも社長が社用車で買った高い車を自家用で使ってるだろ。常時自宅の駐車場に停めてさ。倒産件数過去最高レベルだよ。儲かってるのなんて経団連とかの輸出系巨大企業だけだから。コロナのゼロゼロが終わってゾンビが店を畳んだのが主な原因だろ。強欲インフレとかアホかと。合法の範囲で時給1000円で必要な仕事をする人間が集められるなら経営者としてはそれが正解なんだよ。マスコミは時給が安いと思うなら転職したらいいのに働き続けることを前提でしか物を書かない。どんだけ奴隷を作りたいのかと。テレビを未だになんとなくつけてるバカがいかに多いかわかる。まだまだテレビは生きている。賃上げは労働者自身が企業と戦って勝ち取らないと鳥の雛みたいにただ口開けて待ってても餌は来んよ。賃上げは企業にとって損しかないからな。ただ戦うっても企業の御用組合の労組に丸投げで丸め込まれてる日本のヘタレ無気力労働者には無理だろうな。無気力労働者なんか無給で働かせるべきだよな。餓死させるまで働かせても文句一つ言わないだろ。別に賃上げしてもいいけど、その分商品価格に転嫁するからな。当たり前だろ。脅しのつもりか。本当に賃上げが必要なら労働者は戦うだろ。労組に丸投げで満足してるんだし。だったら賃上げうるさく言わんでもいいだろ。あと言っとくが、成長と分配の好循環なんか経済が上向きの人口ボーナスの国でしか実現せんよ。儚い夢見てももう昔の高度経済成長時代など二度と来ないから。労働組合自体がだいぶ時代遅れだからな。まともじゃない会社なら労働組合なんていうアホなことしとらんと他行った方がいい。上がる会社上がらない会社というなら、上がる会社にいて上がった人員が総労働者の何割かを示すと誰もがその言い分に興味を持ちそう。まあ無理だよな。経営者にとっちゃ社員は金儲けの道具。その通り。政府がバランス取るのやめて企業側だもんな。そりゃこうなるわ。労働者が企業や政府にお願いだけして賃金上がるわけないだろうが。ノードサラリーマン奴隷根性が身についてるんだね。和をもって尊しとなすことなかれ主義の弊害。日本人の意識に修正が必要。俺が起業したなら、外国に工場建てて現地人雇って日本ブランドで外人に物を売るな。その方が儲かるし、日本人は本当に優秀な奴だけ高級で雇って、マネージメントさせる。人口減が世界一レベルの国で商売してても、先細りだしな。今さらそんなことドヤ顔で言うな余分し。バカすぎかよ、会社は慈善事業じゃねえぞ。契約で給与は定まってるのに、なんで会社が儲けたら社員に還元されると思ってんだ。脳みそハッピーセットかよ。キリキリ働け奴隷。給料分だけ働けばいい契約だから、仕事を追加することはできない。食い放題じゃなくて買い物をイメージするべき。給料が上がらないのに政治家が悪いだの企業が悪いだの言うけどさ、逆に問いたい。お前はどんな価値を作り出せるのよ？でね、ほとんどの奴は自分には何を作り出す力もない自覚があるんじゃないか。そのくせに文句だけは一人前なのは本当に醜悪だよ。そんなボンクラどもがそこそこ幸せに暮らせるようにするのが政府の存在意義だろ。あと努力が報われるかどうかは運によるところが大きいっていう現実も無視するわけにはあかないよね。そんなボンクラはワープアガだと。マルクス主義も間違いではなかったと最近は思ってる。資本家を甘やかせばどこまでも増強するもんだ。アメリカの若者に社会主義を支持する人が増えてるのもわかるよ。資本家が増強した結果として出てきて支持されたのがマルクス主義やで、というか中学の歴史を勉強してれば新自由主義が机上の空論だと誰でもわかるはず。金持ちなんてお前がたまたま運が良かっただけで、
別に優れてるわけでもなければ富を独占していい資格があるわけでもない、ということを知るべきだね。特にボンボンな。勘違いしてる奴が多いが、企業が賃上げするにはまず最初に国民が消費しなければいけない。節約とか将来のための貯金なんかせずに切符よく大盤振る舞いすることだよ。だからこそ最賃爆上げ&全国一律海外に方法はない。金持ちは庶民と同じ分の飯は食べれないし、ガソリンも庶民と同じ分までは消費できない。社会主義か。全員サボるようになる。日本政府が目指してる社会だからな。儲けが労働者に行かないとか言ってるアホは多分根本的な発想が共産主義なんだよ。企業からすると人件費はただにコストだから安いに越したことはない。だから労働力の流動性、イコール採用しやすく、クビにしやすい、がないと賃金なんて上がるわけがない。実際に人手不足の分野ではちゃんと労働力オークションが起きて賃上げが始まってる。流動性を上げるなら解雇より転職を増やす方がいいんじゃないかな。転職補助金とか出したら携帯キャリアみたいに買えるやつ出てくるかもよ。政治の動きなんて待ってても自分の生活は変わらないんだから、個々人でできることは転職することだけやわね。転職が増えないのは多分に文化的側面があるだろうから、そこを変えるのに国が何かするのはなくはないんじゃない。基本的には各自がいいと思う職場を選べばいいし選べない立場なら耐えるしかない。でももっといい環境があるのになんとなく動かないのを促してやることはあっていいかなと。日本は古くから大家族主義。だから新卒優先で定年まで同じ会社に勤めるのが当たり前。だから転職はご法度で履歴書の傷になる。どうせすぐ辞めると思われれば雇う会社はなくなる。文化レベルで食い込んでる部分だから簡単には変えられないよ。無理やり転職させようとすればするほど非正規を増やすだけ。今まで何度も繰り返されてきたことだろ。今はもうその文化はだいぶ薄くなってるように見えるが、ソ連の末路を見ると社会主義はダメってはっきりわかる。社会主義そのものがダメなのではなくて独裁がダメなのだよね。民主主義の企業も創業者独裁みたいなとこから腐敗が広まっている。創業者独裁が悪いというより、日本人の精神に問題があるのよ。ネタなしにサイコパス、反社会性パーソナリティの経営者率が高すぎて、性善説なんか期待しても無理だと思う。実際成功した経営者は一般人よりサイコパス率が高いと言われてるな。ドワンゴの夏のはニコ生で喋ってたのをよく見たけど、本当に庶民を見下して小馬鹿にしてる感じがすごい出てたし、アベマに出た時も、一般人の子供のクソみたいな発表会より五輪の方が大事だとか言ってたからな。そういうメンタリティの人間が人の上に立ってると思うとゾッとするね。強欲インフレって2語作ってるけど、スタグフレーションとは違うの？強欲インフレは早い話がただの便乗値上げ。スタグフレーションはインフレ、通貨安とデフレ、物価安が同時に起きる地獄ストリームのこと。会社の経営に文句言いたいなら株買って株主総会に出ればいいのにそういう努力はしないんだ。株式公開してない大半が親族のみで株主総会してるで、どうやって買ってどうやって文句言うのやら。そんな会社に就職するなよ。上場してる企業なんて、日本全体で見たら氷山の一角なんだぜ。優しいわね君。社長、従業員に取られる金増やすとかそれどんな罰ゲーム？だな、俺がてっぺんでもそう思うかもな。だけど俺は底辺だから知らんけどな。絞り取ろうぜ。給料上げてもパチンコに消えるじゃん。それで変装の話だろ。ある程度の収入があると時間効率の悪さてと、レートの低さからパチンコとか行かなくなるし。お前らも一度でいいから会社を経営してみるといいよ。従業員どもがいかに甘えてるかわかるから、ただ言われたことをやっているだけで、その言われたことすらも満足にこなせない奴が大半だ。そのくせ金くれちーくれ休みくれってアホかお前らと言いたくなるわ。こっちはてめえらの尻拭いに年中無休で走り回ってるのに。でも会社だってできる奴に甘えてる側面もあるだろ。そういう奴に賃金格差つけてから言わないとな。あのな、従業員ごときの個人能力差なんかたかが知れてるのよ。例えるならダイソーで100円のハサミを買うか200円のを買うかくらいの違いしかない。従業員が会社に甘えてる割合の方が圧倒的に高い。じゃあそいつらクビにして全部親族でやればいいじゃん。バカでもできるんなら余裕だろ。それどこのコンビニ業界だよ。バイトも来ねえのだぞ。昔の個人商店はおじちゃんとおばちゃんがいつも店に立ってたぞ。バイトなんかなくてもなんとかなるだろ。ならない。なぜなら、昔は昼間の短い時間しか営業していなかった。今は夜中まで店開けと契約でなっている。自動車メーカーにありがちな原価上げを認めないなら遠慮なく別のサプライヤーに行けばいいんだけどね。それが、大手は下請けに出資して決定権を握ってたりするんだよ。賃上げしない会社に居続けないで転職しろってことだな。代わりはいくらでもある。若い世代はもう転職に抵抗ないからね。あげなきゃ年寄りだけでなんとかする方法考えるしかないね。嫌なら転職しろよ。市場原理主義はいいぞ。5チャンネルに書き込んでる会社経営者、俺なら即辞めるそんな会社。確かに廃業した方が世のため人のため資源のため。下々の者は生かさず殺さず、組織は豊かに個人は貧しく。
このスレッドは一線を超えました。ライフタイム、2時間、54分、26秒。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。